チキビさんが日本取った時がやってた孫さんがさすがにポイズンでしょと言ってましたけど、改善するまま言ったないか。うん、まあ、全然いけるかなっていう感じでしたよ。てか、まあ、あの、なんであんなにいい勝負だったのかた俺が置き攻め全くしなかったからだからね。置き攻めほぼしないで、<お>まあ、いい勝負だったっていうのを考えるとね、すごいよね。<laughs> いや、さすがに、さすがに置き攻めだったな、けどあの組み合わせ。 いや、もうなんか立ち回りできるかなと思ったんだけど、やっぱさすがに立ち回りちょっときつかったわ。あの、あの組み合わせね。ある程度のやっぱ置き攻めは、やっぱしない,でい,いなといけなかったわ。なんかもう途中からもうなんか意地になって置き攻めしなかったんだよな。もうなんかいいやと思って。もう立ち回りで勝負しようっつって。棚勝負が、<laughs> だって俺置き攻めしてないからね。まあまあ危なかったわ。まあ最後ね、ちゃんと未火力出てね、勝ったからよかったわ。 結構ね、時間使った方がいい組み合わせで、さ近やっぱちょっと負けてるとき、やっぱちょっと攻め系が強かったかなという、ちょっと反省点があって、どうしたっで寝しなかったですかいや、なんか立ち回りでいけるかなっていうふうに思ったら、全然、全然立ち回りきつかった。最後のトリガー、あれはね、確定なのよ。あれ、トリガー、あの、相手が、あの、普通の生ジャンプでもリリー対空で死んでるから、 あの、格ですで。あのね、やっぱ最終局面は、俺相当勝つ自信があった。あの局面。多分みんな、あ、これやばいのかなと思ったかもしんないんだけど、やっぱ投げ捨てしてからもう一回投げ食らえたし、飛んできたらトリガーで勝ってるっていう状況だったから、多分結構勝つんだろうなと思った。やっぱね、その、相手の最後の飛ぶ選択肢ってやっぱ一番強い選択肢だから、やるよねって 誰で、その一番強い選択肢をしないで、その、もう一回歩き投げとかしてくるんだったら、まあ、すごいなと思うんだけど、ないよねっていうか、まあ、その、あるとは思うんだけど、それでも別に最終局面余命になるし、みたいな。まあ、自信はあったけど、まあ、そもそも結構難しい組み合わせだから、まあ、っていう感じだね。